ただいまタイの北部の国境の町、タイとミャンマーの国境の町メーサイに来ております。奥の高い建物が国境ゲートになります。この町ではタイとミャンマーの陸路の国境貿易が行われていて、まあタイの端っことはいえなかなか栄えてる町です。メーサイからだと中国国境も近いので、こういう風な中国製品なんかも置いてあります。こういうチャイナドレス系だとかそういったものがあります。あー、この辺は私のセンスとしてはストライクですね。くるみなんかありますね。この辺はタイでは取れないものです。殻付きアーモンドもありますね。甘栗も置いてますね。まあ中国の天津甘栗を国境貿易で輸入したものでしょうね。中国服ですね。釣り具ですね。竿が一番高いので579バーツということは、だいたい600だから1800円、1900円ぐらいですかね、うん、やはりこの辺も中国製でしょうね、うん、電化製品もこの通り置かれております。だけど中国製の電化製品はすぐ接触不良を起こして壊れてしまうので、あまりちょっとお勧めできませんね。ちなみに私のうちでは中国製の安い延長コード買ったら、コードのフィルムが熱で溶けて変な匂いがしてきたので抜いたという、そういうことがありました。この辺の冬物衣料だとかいうのも、これもおそらく中国製でしょうね。タイでも北部の山岳地帯になると結構夜は冷え込みますので、こういうのが必要な時もあります。なんか中国製の菓子がいっぱい並んでます。時々ミャンマー製のもあります。ただいま甘栗購入中です。前にここで買った天津甘栗を栗ご飯にしたら、そしたらうちのタイ人家族にの間で好評だったので、また作ってくれと、そういうことだそうです。中国製の菓子ですね。海苔があります。これはミャンマー製ですね。なんか中国の乾物がいっぱい売ってますね。粉とかドライフルーツとか